こんにちは、ベストコンディションジムの田中です。前回のミニバンドを使った、下半身を作るエクササイズはどうでしたでしょうか。今回は姿勢を安定させるプランクを紹介していきます。体がブレたりとか、そういうのが気になる方はぜひやってみてください。それではやってみましょう。はじめはアーム&レッグです。プランクの姿勢から体格の手足を同時に上げていきます。その状態をキープしていきましょう。ポイントとしては手足を上げた時に体がひねったり傾いたりしないように意識してやるのがポイントになります。次はサイドニーアップです。プランクの姿勢から片足を横に上げていきます。足を横に動かした時に体が傾いたり開いたりしないようにしていきましょう。次はプランクの姿勢から手を横に開いていきます。交互に手を横に開きコーンにタッチします。手を動かした際に体が動かないようにしっかりと姿勢をキープしましょう。次はリバースフライです。プッシュアップの姿勢から手を天井に向かって開いていきます。この時できるだけお腹は下に向けたまま胸を開いていくのがポイントです。もし余裕があれば手にペットボトルなどで重りを持ちましょう。フランクお疲れ様でした。どうでしたでしょう。結構きつかったですかね。プランクの共通する意識としてはまず姿勢を背中をまっすぐ保つことと骨盤が右左にねじらないように意識をしてください。次回も頑張っていきましょう。